はいお話の作り方お話っていうのはまず断片をたくさん考えて作って集めていきますそれでその集めたものは選んでいって整理してつなげていくそれ効果を出すようにあのつなげていきます断片を集め選んでつなげていくこれがお話の作り方ですどんな長くても断片がつながってますね でお話あの「らしさ」らしさを出すとお話らしさ本当らしさ自分らしさそういう本質をつなぎあの出します本質をデッサンするこれがお話の作り方です。